ねえねえ、明日ついに私たちの結婚式だね。そうだな。中学からずっと付き合ってきたカナと結婚なんて、俺嬉しいよ。そんなこと言ってくれるなんてありがとう。私もハルヒと結婚できるなんて嬉しいよ。でも、それも昨日までなんだけどね。え？昨日までって、じゃあ今日は？全然嬉しくない。え？だからハルヒ、私たちの結婚はやっぱりやめよう。私たちに結婚は無理だと思うの。え？ちょっとカナ、いきなりどうしたんだよ。ハルヒ、いきなりなんかじゃないよ。私ね、ずっと別れることについて考えていたんだから。なんでそんなこと考えるんだよ。もしかしてマリッジブルー的なやつか？ううん。私本気で考えてるの。ハルヒは地元商店街会長の息子でしょ？そして私は大手ショッピングモール会社の社長令嬢。私たち釣り合っていないんだよ。今更それを言うのか？ずっと昔からそんなの関係ないよねって付き合ってきたじゃないか。中学からずっとお互い大学卒業まで付き合って、卒業後すぐに結婚しようって約束だっただろ？それはそうだったんだけどさ、運命の出会いには逆らえないものだよね。あ？私運命の人と出会っちゃったんだよね。だからその人と結婚するの。あ？ついにね、社長令嬢の私にふさわしい人と出会ったのよ。同じ会社経営者の父を持つ人でね、とっても優しいし、イケメンなの。一言で言うと、ハルヒとは運命の差なんだからね。はぁ？ほら、ハルヒってそこまでイケメンでもないし、むしろ寂れた商店街がお似合いの、哀愁漂った顔っていうのかな。とにかく花がないし、芋っぽいブサイク顔なんだよ。無細工顔だと？エスコートも下手くそだし、とにかく全てが彼から劣ってるの。どうやら私の運命の相手は商店街息子じゃなくて次期社長息子のアキラくんだったみたい。それで俺と別れてその男と結婚するっていうのかよ。もちろんその通りだけど、寂れた無細工顔の男と結婚なんて無理だから。なんだと？実はね、もう彼とは付き合ってるの。それでハルヒなんかより俺を選べて迫ってきてね。その男らしさにキュンときちゃって。まあこれはアキラくんと結婚するしかないわよね。ふざけんなよ。なんだよそれ。そんなことで俺と別れるのか？中学からずっと付き合ってきて、明日は結婚式なんだぞ。そんな日にこんなことって。そんな日だからこそ言うんじゃない。結婚してから別れたら私の戸籍に罰がつくでしょ？それだけは絶対に嫌だったのよ。は？ハルヒだってバツイチ独身なんて嫌でしょ。突然の連絡で驚くのも無理はないだろうけど、むしろ直前に別れられてよかったって感謝してよね。ふざけるな。何が感謝だよ。こうなったら婚約破棄の慰謝料請求するからな。覚悟しておけよ。慰謝料請求ですって？あんた私にお金を請求するっていうの？当然だろ。結婚式前日に破局なんて式場のキャンセル代もかかるんだ。それに次の男ともう付き合ってるならこれは立派な浮気だ。婚約破棄の慰謝料請求たっぷりしてやるんだからな。何よそれ。私が社長令嬢だからって最後の最後にお金の請求なんて。ハルヒ、あんたどんだけダサい男なのよ。これのどこがダサいんだよ。裏切った浮気女への慰謝料請求は当然のことだろうが。何が裏切りよ。ハルヒが私に釣り合っていればそもそも浮気なんてする必要はなかったのよ。だからこれは全部あんたのせいなんだからね。はあ？私の浮気はあんたのせいなの。結婚式前日に振られるのも全部あんたの自業自得よ。それなのに私だけのせいにするなんて本当にひどい男ね。男なら最後くらいはカッコつけて消えなさいよ。ひどいのはカナの方じゃないか。何なんだよその言い草は。浮気しておいてまだ謝罪の一言もないくせに。私が謝る必要なんてないもんね。悪いのは私と不釣り合いな寂れた商店街息子のあんただな。なんだと？社長令嬢の私に寂れた商店街息子なんて不釣り合いなのよ。私は次期社長息子と結婚するから、あんたとは婚約破棄なんだから。じゃあその言葉絶対に忘れるなよ。え？もうカナにはがっかりだ。こんな浮気女なんて婚約破棄でいいし、いっそ慰謝料なんてものも必要ないよ。とにかくとっととお前とは縁を切ってやる。なんかよくわかんないけど、慰謝料請求やめてくれるんだ。ラッキー。
金もかからず不細工男と別れられて最高だわ。もうそれは良かったな。それじゃあお互い納得の婚約破棄ってことでいいんだよな。後からやっぱり婚約破棄なしってのはないからな。そんなこと誰が言うもんですか。あんたと服屋なんて店長がひっくり返ってもありえないわよ。それじゃあ俺は両親や友人に婚約破棄を伝えてくるよ。カナも自分の両親には自分で報告しておけよ。はーい。不釣り合いな男は捨てて素敵な結婚相手を紹介しておきます。それじゃあ寂れた商店街と一緒に元気でね。どうしよう。ハルキー助けて、なんとかして。あ、私実家から追い出されることになったの。お父さん私たちの婚約破棄にブチギレです。そりゃあブチギレも当然だよね。追い出されるのも当然のことじゃないかな。その反応、ハルキ、やっぱりあんた知っていたんでしょ。あ、とぼけてんじゃないわよ。私のお父さんが経営するショッピングモールとこの地元商店街の共同経営計画のことよ。ハルキ、あんた全部知っていたんでしょ。こりゃ知っていて当然だろ。俺は商店街会長の息子だぞ。ゆくゆくは店を継ぐつもりだし、親の状況を子供が知っておくのは当然のことだろ。何よその開き直りは。開き直りも何も知っていて当然なのは事実じゃないか。むしろ社長令嬢だっていつも威張ってたお前自身が知らない方が俺はどうかしてると思うぞ。なんですって。俺たちの結婚を機にショッピングモールと地元商店街の共同計画がようやく締結。地元商店街の理解を得られてようやくショッピングモールが立つ予定だったのにな。カナの浮気による婚約破棄で全部白紙だよ。お前のせいで全部が水の泡だって言われたわ。生まれて初めてお父さんからビンタも食らったし。そりゃビンタもしたくなるだろう。この共同計画のためにカナのお父さんは10年も頑張ってきたんだから。え、そんなに。経営者の子供のくせに本当に何も知らないんだな。地元商店街の理解を得るためにお前のお父さんがどれだけ頭を下げて頑張ったと思ってるんだ。お父さんが頭を下げた。こんな寂れた商店街に。ようやく理解が得られて共同計画が始まるっていうのに、カナの浮気による婚約破棄でうちの父親も大激怒。商店街の人たちも娘同様に父親も俺たちを裏切るんじゃないかって、あっという間に共同計画は白紙だよ。そんなこれで分かっただろう。自分がなんで家を追い出されることになったのか。カナのお父さんには同情しかないよ。だってそんな計画あるなんて私知らなかったんだもん。知っていたらあんなひどい振り方なんてしなかったもん。おお、泣き言はイケメンで優しい彼氏さんに聞いてもらえ。実家を追い出されてもカナには次期社長息子の彼氏がすでにいるんだからいいじゃないか。私捨てられちゃったの。え、私もね、彼がいるならまだ大丈夫って思ってたの。それで彼に家を追い出されたから早く結婚しようって言ったらね。家柄のない思いなんて必要ない。捨てられたの。マジか。悲しいことにマジなんだよ。あんなに運命の相手だって言っていたじゃないか。俺よりも自分を選べって迫ってもらえたんだろ。そうだったんだけど、社長令嬢ではなくなった私なんて必要ないって。金のない私と金のあるブスならブスを選ぶって。え？私のことをあっさりしててね。それでライバル企業の令嬢を選んだのよ。あんな私より太ってて地味で化粧気のない女なんかに。なんかそっちもそっちで大変そうだな。大変なんてものじゃないわよ。もう絶望よ絶望。実家も彼氏も頼れないし、私にはもうハルキしかいないんだから。え、俺？そうよ、もう父親にも捨てられ、彼氏にも捨てられ、もう私にもあなたしかいないわ。中学からずっと付き合ってきたんだもの、私を見捨てることなんてハルキはしないわよね。最初に俺を捨てたのはお前だぞ。でもこうして戻ってきたんだからいいじゃない。私たちはやり直すしかないのよ。それで私を捨てたバカ男に目に物を見せてやりましょう。へえ。それとも何よ、私のことを見捨てるっていうの。まさかそんなひどいこと心優しいハルキができるわけないわよね。予定通り結婚できるんだからちょうどいいじゃない。追い出されて令嬢じゃなくなった私にはもうあなたしかいないのよ。俺には君以外もいるし。え、いやだから
カナにはもう俺しかいないんだろうけど、俺には両親も友達もたくさん頼れる人がいるし、カナと一緒にしないでよ。ハルキ、私にはもうあなたしかいないのよ。なのに私のことを見捨てるの？自分にとって相手は特別な存在だから、相手にとっても自分は特別な存在なはず、なんて思わない方がいいよ。運命の彼に捨てられて、その意味わかるようになったよね。ちょっと待ってよ。ハルキにとって私って特別じゃないの？中学から付き合ってきた私が戻ってくるんだよ。予定通り結婚できるの嬉しいと思わないの？全然思わない。むしろ迷惑。もう私のことは好きじゃなくなったの？中学から付き合っていようが、明日結婚式の予定だろうが、もうかなり愛情はないよ。完全に気持ちは冷めてるし、なんだったら無だね。無って、そんな。婚約破棄はお互い円満で了承したことだし、撤回はしないよ。カナも俺と復縁なんてありえないって言ってたんだし、最後の最後でこんな風にすがりつくなんてダサい女だね。ダサい女ですって。そういうわけでもういいよね。カナとはこれっきりだし、連絡先もすべて消すよ。元気だね、カナ。社長令嬢から一文なしのお嬢さんになった君が、これからどうなろうと俺には知ったこっちゃないことだからね。カナは父親に頼み込んで、絶縁だけでも許してもらおうと実家に戻ったそうですが、今回の件を本気で怒っている父親はそれを拒否。援助なども何もなく、カナは一文なしで家を追い出されてしまったらしく、今は友達の家を転々としているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。